こんにちは、フォトレーショーです。この音声はワイヤレスマイクでつながっております。さて、私は一体どこにいるでしょうか。ここです。本日ご紹介するのはラーク150ワイヤレスマイクシステムです。超軽量の送信機が2つ、そして受信機、そしてそれらを充電できるドックがセットになって、めちゃくちゃ高音質、そして超低遅延、そしてこの長距離で使用できるめっちゃ使えるワイヤレスマイクシステムです。いかがでしょうか。ではスタジオで詳しく見ていきましょう。内容物を見ていきましょう。外箱、紙類、充電ドック、送信機が2つと受信機が1つ、ウィンドジャーマーがそれぞれ1つずつ、ラベリアマイクが2本、交換用のスポンジ、接続用のケーブル、オーディオケーブルが2本、これはスマホ用ですね。3極から4極、そして3極から3極、 USB のケーブル、キャリングポーチ。送信機と受信機を取り出すと、もうそれだけでペアリングが開始されます。はい、完了しました。で、これを戻すと充電が開始されます。この充電ドック自体がですね、バッテリーを搭載しているので、単体でこの受信機送信機に、充電ができる。マグネットで逆さにしても落ちません。非常に使い勝手いいですね。で、これを出すだけでペアリングができるということです。はい、送信機は2つついています。この LED のインジケーター、これね、動画だと見づらいんですけど、水色、青で、こっちのチャンネルがこいつ、こっちのチャンネルがこいつというのが、まあ、視覚で分かるようになっています。で、送信機電源のインジケーターとワイヤレス接続のステータスを示すインジケーター、この2つだけです。表示部はこれだけ。 3.5 ミリのマイクジャックとマイクで、これ単体でも当然マイクとして運用できます。で、左側がミュートボタン兼電源ボタン、1回押すとミュートがかかります。はい、で、長押しすると電源が切れます。再接続は電源を投入するだけです。長押しで電源が入ります。はい、接続しました。ドックの中に放り込んでしまうっていう手もありますね。で、抜くと自動的にペアリングされます。で、本体にはクリップがついているので、洋服やポケット、ベルトなどに挟んで使ったりすることができます。では次に受信機を見ていきましょう。ダイヤル、これボリュームのダイヤルです。音量レベルの調整ダイヤルがあって、で、こちら側は電源ボタンとモニター用のイヤホンジャックで、クリップがついています。このクリップはコールドシューに載せることができます。で、こっち側はラインアウトで、インジケーターは LED と点面の液晶となっています。で、操作方法ですが、まあ、1回押すとミュートで、長押しするとモードが切り替わります。今ステレオモードですけど、モノラルモード、そしてセーフティーモード、この3つのモードを切り替えることができます。ではね、実際に音を聞いてみましょう。今ステレオモードになっています。では音を切り替えます。はい、これが今ステレオモードでラーク150からの出力の音声を聞いていただいております。右あ、左あ、こんにちは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 。はい、というわけで今ステレオモードです。ステレオモードではこの2つの送信機が、まあ、ステレオのチャンネルとして出力されるようになります。それぞれ個別に音量の調節が可能になっております。で、このように使えば、まあ、ステレオマイクとしても使えるんですけれども、それぞれインタビューアーとインタビューイーにこれをつけてインタビューを取ることももちろん可能です。ただこれをステレオとして聞いてしまうと、右と左からそれぞれの個別の音が聞こえてくるので、ちょっとミックスをちゃんとしないと不自然な音声になってしまいます。これがステレオモード。はい、これね、モノラルモードに今なりました。出力する音声がモノラルで、この送信機2つの音声をミックスした状態で出力されます。あー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 
セーフティーモードというのが ST-6dB と書いてありますね。2つの送信機の音声がミックスされて出力されるんですが、不意に大音量が入った時のための保険としてマイナス6デシベルされた音声が右トラックに記録されると、そういうモードになります。まあ、これねちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、右チャンネルが微妙に音声がちっちゃくなっている。本体とラベリアで音を聞き比べてみたいと思います。左チャンネルがラベリア、右チャンネルが本体のとなります。文章を読みます。本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万一故障した場合は、はい、いかがでしたでしょうか。ホリーランドのラーク150見てまいりました、まあ、とにかく軽量で遅延が少なくて長時間使えてハンドリングがめちゃくちゃいい、距離をもう気にしなくても良いと、さらに高音質、本当操作とか全く難しくないですし、勝手にペアリングはしてくれるし、間違ってミュートボタンを押しちゃうとかと、この画面と LED でしか確認できないので注意しないといけない。運用時間でいうとワイヤレスマイク自体が単体で 4.5 時間喋れる、受信機 7.5 時間喋れる、でこの充電ケースはこれら全部を 2.5 回充電することが可能と、時間を気にせず使うことができます。この充電ケース、これの使い勝手が出色、これがめちゃくちゃ出来がいいですね。とりあえず使い終わったらこの中に突っ込んでおけばばらけないし、勝手に充電されてて次のタイミングで使う時にはもう充電済みになっているというところがね、非常に素晴らしいですね。でロードのワイヤレス GO にしても、他のこういうワイヤレスマイクシステムに関しても1個ずつね充電器刺さなきゃいけないんですよ。要するに充電の口がたくさん必要なんですけど、これは1つにまとめて、この1つに USB の充電をすれば全体が充電できる、しかもこのケースも充電器として使えるということで、特にねその YouTube とかでいろんなところに行かなきゃいけないとか、まあ、ワンマンオペレーションが必要な人にはね非常に便利な味方になってくれると思います。というわけでこのラーク150、うちのスタジオでも正式に採用、もうすでにねいろんな動画で使ってはいるんですけれども、改めてのご紹介ということでございました。でこれで 36,000 プラス税、正規ルートの販売店は概要欄に貼っておきますので、こちらの方をご覧ください。以上ホリランドラーク150のご紹介でした。